鈴木キーズ5号。こんばんは、こんにちは、もう一度おまけにおはようございます。さて、本日の鈴木さんは、NHK アナウンサーの鈴木直子さん。鈴木直子さんは1982年に神奈川県横浜市で生まれになりました。2004年に NHK を入局して、高松放送局、松山放送局などを経て東京アナウンス施設に移動しました。この四国の時にですね、ちょうどチデジ推進大使みたいなのに選ばれて、デジタルマドンナみたいな感じのキャッチフレーズが付けられててですね、人気だったんですね。で、NHK の東京局の方に移っても、首都圏ネットワークなんかの後番組のですね、番宣なんかでですね、7時56分の女とか8時43分の女なんていうキャッチフレーズを付けられてですね、確実な人の地位を上げていってですね、まあニュースセブンとかそういったのでですね、実績を積んで今やもう押しも押されぬ、エースアナウンサーの中の一人になっております。ここでやっぱりですね、キャッチフレーズだとか自分の地位を確立するには大事かなというところです。さて、本日の鈴木キーズ55はこれまで。またお会いしましょう。さよなら。